沢義弘は、地方競馬の大井競馬場所属の元騎手、現状教師である。最終所属は、寺田慎太郎旧社。東京都出身、血液型大型。騎手時代の勝負服のがは白、赤山形一文字。1986年9月29日地方、競馬騎手免許取得し、倉内研究者から騎手デビュー。 1986年10月17日大池は第2競争、ヒロケで初起乗。翌1987年2月15日大池は第5競争、エタニテグラスで初勝利。倉内県庁教師死去に伴い、飯野文明旧社へ所属変更。その後、栗田博光旧社所属を経て2005年5月31日付で、 寺田慎太郎級者へ、所属変更した。東京都騎士会会長、全日本騎手連盟会長を歴任したが、長教師転身のため、2005年9月28日付で、騎手引退。地方通算成績は4747,384勝2着402回3着402回、勝率8.1%、連帯率16.6%、 ホワイトストーンサンク唯一の重症ガ馬、アローウィナーや、旧車を脱走死守と高速道路を走ったことで知られる、スーパー乙女に起乗したことで知られる。2005年9月20日長教師試験に合格し、同年9月29日付で長教師免許取得。2006年2月16日付で、大井競馬場本場に、旧車開業。当初はり当ては10馬某。同年3月2日、 大池馬第7競争 C21 組、C31 組条件戦に、的場直行機場と三里ギャングが出走し、管理場初出走。同年6月9日、大池馬第4競争3歳条件戦を、内田博之機場2番人気ローランボンドで優勝し、開業18戦目で、初勝利。2009年4月20日旧車で資料に禁止薬物が、 混入した疑いがあったため出走を取りやめるなど、したが、検査の結果禁止薬物は検出されなかった。地方通算成績は6 2 6 0 0六6 2勝2着51回3着43回、勝率9.9%、連帯率18.1%、倉内県庁教師死去。TCK、沢義弘騎手の引退について TCK、スーパー乙女馬の手も借りたい。 平成17年度、第2回調教師、機種免許試験新規合格者発表地方、競馬情報サイト、松浦博之調教師及び沢義弘調教師の、旧社会業について TCK、沢義弘調教師初勝利。TCK、沢義弘旧社管理場の出走について TCK、沢義弘旧社管理場の出走について TCK。ありがとうございます。